どうもレイです。9月の30日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつもならね、初めにちょっとした話題をねお届けするんですけれども、今日はね、私の青春時代に夢中になったね俳優のことをお話ししたいと思います。今日はジミーの命日です。1955年、ジェームス・バイロン・ディーン、アメリカの俳優です。インディアナ州マリオンで生まれております。父母は息づりの恋から始まった婚前妊娠だったことから、父のウィントンは息子のジェームズの誕生を喜ばなかったと言います。父親に無視されることとなったジェームズに、母ミルドレッドは深い愛情を注いだと言います。ジェームズが9歳の時にミルドレッドが卵巣がんで亡くなると、ウィントンはフェアマウントで農場を営む姉夫婦に彼を預け、そこで育てられました。中学時代に担任が俳優の素質を見出し舞台に上げ、ディーンは高校で演劇クラブに入ります。18歳の時に州政府主催のスピーチコンテストでケディンズを朗読し優勝。卒業後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の演劇科に学びました。マクベスの舞台が評価されてエージェントがつき、1950年19歳の時にペプシーコーラの CM に出演しています。この頃よりジェームズはアンドレジットの背徳者に進出して、ハリウッド行き映画スターとなることを夢見るようになります。そしてディーンは映画俳優を強く希望し、20歳で折れた銃剣のエキストラとして銀幕デビューを飾ります。その後、俳優業の修行のため大学を中退してニューヨークに移ります。1952年、名門演劇学校アクターズスタジオに応募者1000人、150倍という凄まじい競争率を突破して、歴代最年少の21歳で入学しました。1952年の冬、ブロードウェイの小劇場で舞台に立つも、内容が難解と酷評され、5日間で打ち切りになりました。このことでショックを受けたディーンでしたが、凄腕の女性エージェントに実力を高く評価され、彼女がテレビ界にディーンのことを売り込んでくれました。1950年代のクラフトテレビジョンティーチャー、デンジャーやジェネラルエレクトリックティーチャーのようなテレビ番組の何編かに出演しました。1954年、23歳の時にブロードウェイの背徳者で若きアラビア人同性愛者を演じて喝采を受けました。ディーンは各種新人賞に輝き、その天部の際に驚いた脚本家のポール・オズボーンは、自身が脚色を手掛ける新作エデンの東の主役にディーンを推薦し、1955年にエデンの東のキャルトラスク役で初めて主演を演じられて認められることになります。彼はこの役でアカデミー賞の主演男優賞にノミネートされました。この後、続けざまにその年の竜なき犯行で主演を、そしてジャイアンツで準主演を演じ、またもやアカデミー賞にノミネートされることになります。初出演の長編でアカデミー賞にノミネートされたのはディーンを含めて5人しかおらず、また死後に2度ノミネートされたのは彼だけなのです。この時ね、ジミーはね、このような名言を残しています。俳優はその演技によってのみ評価されるべきだ。そして演技をインチで評価できるわけないだろう。そして満足感は結果にではなく過程にこそある。ジミーはジャイアンツの撮影終了1週間後の9月30日、ポルシェ550スパイダーで同乗者の自動車整備士ラルフ・ウッタリックと共にサナリスで行われるレースに向かっていました。1955年9月21日、それまで乗っていたポルシェ356スードスターから550スパイダーに乗り換え、新しい相棒にリトルバスタードと名付けました。このポルシェ550スパイダーはポルシェ初の市販レーシングカーで、新車で購入したばかりのスパイダーは当初トレーラーで運搬される予定でしたが、ジミーが慣らし運転をするため自らハンドルを握りました。実はね、この時にジミーはスピード違反でね捕まっているんです。そしてね、その2時間後の午後5時59分、カリフォルニア州コレーム近郊の州道46号線と41号線の東側の分岐点で、横から出てきた大学生のフォードと
時速135キロで衝突し、ジミーは即死しました。同乗者のウッタリックは車外に投げ出されて骨折。フォードを運転した大学生も軽傷で済んだんですけれども、ジミーは首の骨を含む複雑骨折、内臓破裂などでほぼ即死状態でした。生前ジミーは、レースは危なくないですかと記者に問われた際に、車に乗っていて危険を感じるのはレース場ではなく一般の車道ですと語ったこともあります。ジミーはね、レースに対してこのようなことを言っています。レースは自分が完全になったと感じることのできる唯一の瞬間だ。そしてね、名言の中にね、無茶な運転はしないように、君が救う命は僕の命かもしれないんだからっていうね、言葉があるんです。これはね、ワーナーブラザーズ提供の公共広告の収録で、ハイウェイでスピードを出すことの危険性を唱えたものです。スピードを出すのは一般道ではなくレース場でっていうふうに、ね、訴えかけたんですけれども、このね、収録された映像自体は最終的にね、放送されることはありませんでした。そしてね、ジェームス・ディーンの死後、事故車のポルシェは多くの部品に損傷がなかったので、彼の専属デザイナーだったジョージ・バリスが買い取りました。しかしガレージに収納をしようとした時に落下事故を起こして作業員が骨折。翌年2人の医師がエンジンとトランスミッションを買い取ってレースに参加しますが、1人はタイヤが外れて事故を起こし、もう1人の医師の車はね、レース中にスピンを起こして死亡事故を起こしてしまいます。そしてジョージ・バリスが唯一所有していたボディはカリフォルニア警察主催の交通キャンペーンで展示されることになりますが、1959年、ボディを置いていた警察署のガレージで火災が起こったり、サクラメント高校で展示をした際には展示台からスパイダーのマウントが外れて高校生に重傷を負わせたりしています。その後、サナリスへ移送中に運搬車が事故を起こして運転手が亡くなったり、オークランドでは移送中にスパイダーのボディが真っ二つに割れて一部が道路に散乱し他の事故を誘発させたりしました。そしてオレゴンで移送中にトラックのブレーキが故障して店に突っ込む事故が発生し、店舗が全壊しました。1959年の暮れにニューオリンズにたどり着いた頃には、スパイダーは11ピースまで分解されて原型をとどめていませんでした。しかしバリスはこれを時間をかけてね、直そうと試みます。そして1960年、マイアミでの展示を最後にスパイダーは輸送中に忽然と姿を消してしまったのです。これがね、いわゆるジェームス・ディーンのポルシェにかけられた呪いなんていう風にね、言われているんですけれども、この不幸なね、事故が起きてしまった一つ一つをね、詳細に切り取ると、たまたま偶然がね、重なってしまっただけっていう風にね、見ることもできます。そしてね、理由なき犯行って映画ですね、これはね、ジミーが亡くなってから約1ヶ月後の10月27日に公開されました。実はね、次回作に予定されていた傷だらけの栄光っていうね、作品があるんですけれども、この映画の主演はポール・ニューマンが演じることになりました。そしてジミーの遺体は故郷のフェアマウントにある公園墓地に埋葬され、現在も献花は絶えていません。ジミーは役者として模範的な演技や台本にとらわれないアドリブを多用したことで知られています。エデンの東では不仲の父親役を演じるレイモンド・マッセイにわざと嫌われるように、撮影期間中ろくに挨拶もせず横柄に振る舞い、マッセイを本気で怒らせたことがあります。時に周りのことを気にもかけないような彼の演技に対するストイックな性格がそれに拍車をかけ、他の役者仲間から異端児と呼ばれることも少なくなかったです。これに対してジミーはこのような言葉を残しています。ありのままの自分になろうとして、いつもやっていることやしたいことだけをする。その途端君は変わり者のレッテルを貼られるだろう。そしてこのエデンの東というね、映画をね、見た方ならジミーがね、残したこの言葉の意味というのね、わかると思うんですけれども、私も自然に親しむようになり、そして今この世界に授けられた美しさを認識することができるようになった。これはね、ラストシーンに向けての映像を見てもらえるとよくわかると思います。そして牛や豚、鳥を研究することは俳優にとって芸の肥やしになる。動物たちから学んだことはたくさんある。これはエデンの東の映画の序盤ですね。ジミーがね、高校の
プラネタリウム室で同級生たちと星座の勉強をしている時のシーンですね。このことを指しています。そしてジミーのね、俳優としての信念がね、この言葉に語られています。俳優が監督から言われた通りに演じたとしても、それは演技ではない、指示に従っているだけだ。そんなものは見た目さえ適切ならば誰にでもできる。監督の仕事とは指揮をすること、つまり方向性を示すこと。そっから先は俳優の仕事になる。俳優には演技の中で自分自身を表現できる自由、そんな空間が必要なんだ。その空間がなければ、俳優は胸にプッシュボタンをぶら下げた考えることのできないロボットと何も変わらない。ジミーはね、特に理由なき反抗の演技で、1950年代のね、若者の鬱屈や反抗を端的に表現しました。このため同世代の多くの若者は彼をモデルにし、そしてその死は多くの世代の人々に暗い影を落としました。芸歴はたったの4年間、主演俳優となって半年足らずという短いキャリアと突然の死。大規模な公開葬儀がジミーを時代を超えた青春の象徴としました。現在でも多大な影響力とずば抜けた演技力でハリウッドを代表する俳優と言えます。そしてジミーはね、このような言葉を残しています。俳優であるということは世界で最も孤独なことだ。一人きりで集中し想像力を働かせる、それ以外にないのだから。私がジェームズ・ディーンの映画をね、初めて見たの、これは1980年代ですかね。ジミーが亡くなってから30年ぐらい後のことですね。この頃にね、ある一冊の本が出ていました。ジェームス・ディーン・ワーズという本です。この本には生前のジミーの行いとかね、振る舞いとか、このようなものをね、詳細に書き連ねてジミーに対してのイメージダウンを図るようなね、本でした。まあ当時ね、私はね、そうと知らずにね、その本を買って読んだんですけれども、非常にね、悲しくなった覚えがあります。結局亡くなった人に対してね、そのようなことをね、書き連ねても、彼自身はね、それに対して反抗ができないなっていうふうに思ったんです。でも彼はね、生前にね、こういう言葉を残しています。生と死の狭間を埋めることができたら、つまり死んだ後も生き続けることができるなら、その人は偉大な人間だったと言えるだろう。この言葉でね、その本の意味というものをね、こっぱみじんにしてくれました。そしてジミーはね、後世の人間に向けてこのような言葉を残してくれたんだと思う名言があります。永遠に生きるつもりで夢を抱け、今日死ぬつもりで生きろ。そして今もね、この言葉に対して向き合っていかなければいけない、そのようにね、思った名言があります。優しさこそ本当の強さだ。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。